マシコカ、ツミ、マシコカツミは、漫画家。本名は、マシコカツミ。東京都立川市出身。小学5年生の時、落書きが担任の先生の目に留まり、漫画家になるのを勧められ、講談社のキングやユーモアクラブに投稿し原稿料をもらったのが病みつき、将来漫画家を夢見る。しかし家業を継がねばならず。 中学4年の秋、意を決して家で、知り合った旅の層に、ポンチへの手ほどきを受け、日本各地の祭礼の灯籠絵などを描き放浪、各地の中学を転々として上京。漫画界の草分け、北沢楽天文化になり、漫画の指導を受けながら、本郷絵画研究所を経て、川端が学校に学ぶ。長平で家に帰り入隊。終戦を復員し、漫画家を本職とする。 週刊少年サンデーに連載された階級 X 現るは当時同士の看板作品であった。宇宙から来た野球ボール型の謎の生命体と人の良さだけが鳥居の眼鏡をかけたさえない少年との心の交流を描いた作品でドラえもんなどの先駆とされる。歌手本向けの単行本を多く手掛けている漫画家の和久井和夫は弟。 1971年7月13日に脳一血のため死去。階級 X 現る。端末のプロフィールより昭和46年無視プロ。発行 ABC メディア芸術データベース。2020年1月19日閲覧。ありがとうございます。